やってられるか旦那が会社を辞めた。やってられません奥さんが家事を放棄した。やってらんねえよ息子が学校を退学した。やってられないわ娘が家出をした。さて、それからどうなったのか、というと、それから先のことは、 全く考えていないのでした。